初めてい,い「あれはトムの」「彼女は若かった」「キスしていい」「彼女は日本人です」「やあ元気そちらは今何時ですか?」「イヤホン持ってる」「トムまだ来てないの?」 どこに行きたいの彼は天井を青く塗った明日どこで会おうか主婦は家庭の仕事がたくさんあるそこには約20人の人がいましたフランス語で「愛してる」ってどう言うんですか 壁に帽子とコートがかかっていた電車の中で雑誌を読んでいる人もいる「君がいなければできなかったありがとう」。